しの時間が。
近づいたつもりなのに。あら、そう？そうかしら。あらあら、天王寺君は現実主義者ね。ちょめ。後付けでいくらでも作れるもの。というわけで廊下を歩いてたらしずるちゃんの後ろ姿を見つけたから楽しくなってこっそり抱きつこうと思ったの。自分のしずるちゃん分も補給できたわ。しずるちゃんエナジー。西九条先生。あら、なーに？お姉ちゃんって呼んでいいのよ。呼ばない。授業が始まってしまう。しょんぼり。じゃあ、コタロウまた。お姉さんならいい？よくない。しょんぼり。あ、そうそう、天の寺くん。しずるちゃんと仲良くね。そんなに引っ張らなくても行くわよ。うるせえ、黙れ。俺が何を言おうと勝手だ。俺は俺の、俺だけの道を行く。ついてくるな、死んぜ。お前に言う義務はねえ。カツカレーにしてようだな。俺に A 定食を食う権利はねえのか。おいてめえ、待ちやがれ。俺はカレーだぞ。あなたは中辛、福神漬けは大盛りだ。ふざけて辛くしてみろ。てめえの血をカレーにかけて食ってやる。
チコタロウ、列にちゃんと並べ。刷り込みは許さない。秩序は私が守る。制裁する。乗らなかったり、体調が悪い時には弁当を作らず、役職に頼ることもある。できぬ者には正義の鉄槌で思い知らせてやる。わけわかんないこと言ってんじゃねえ。それよりてめえ、今日の昼は断食か？本気でぶっ殺されてみたいだな。お？カレーをどうしてくれるんだ。このカツカレー、カツがねえじゃねえかよ。さっきから何を言ってんだお前。
午後は早退して病院へ行け。うん、たまには学食のカレーも悪くないな。美味しかった。天王寺？そうだが、悪いか？私がカレーを食べてるとそんなにもおかしいか？私がカレーを食べるのがそんなにおかしいか？失礼だ！全くもって失礼だ！女の敵、天王寺コタロウ！限りなく幽霊部に近い。我が物質のありさまにおいて、ここがまともな研究会だと思えて？だとするなら、それはお前の現状認識能力について非常にかわいそうな評価を下すことになるわよ。では部員の定員を満たしているけれど、
つはな。おう、結果が出たのね。そう、効き目があったの。びっくりくりくりね。ん？私ではないの。もともとここにあったもの、いわばゴミ。過去のおかけのメンバーが入手したか作ったかしたのでしょうね。あってよかったじゃない。まさか本物だったとは思わなかったけれど、感謝なさいよ、幸運を呼びし私。どういう現象なのかしら。不思議だわ。からくりは置いて、素直に結果を見る。一日一枚、本人に代わって呪いを引き受けてくれるということになるのかしら。なら、三枚あったから、あと二日はゆっくり休めるんじゃなくて？心配しないでも、二日もあるなら考えておくわよ。怪しいアイテムならいくらでもあるのだし、解決したも同然。報告は欠かさないこと。していないわよ、活動だなんて。資質よ。一つ言っておくわ。まずこの物質のことだけど、みだりに人に話さないこと。大きな声では言えないけど、この物質、あまり綺麗な経緯で用意されたものじゃないのよ。だから。そうそう。教育委員会や PTA などの有力組織と縁があるから。って、何を言わせるの？舐めているの？お前。本当にわからないの？クロマホ。撃てるわけがないでしょ？撃つけ。仕方ない。黒魔術の真意を少しだけ教えてあげましょう。私のもとにはいろいろな筋からさまざまな情報が入ってくる。多くは秘密の情報で、中にはそれが公表されることを良しとしない人もいる。例えばその人物が学校の職員だとしましょうか。私が秘密を知っていることを当事者に告げ、暴露しないと約束する。偉大なる司法の霊力が結集し、出席していない授業でも出席していたことに取り計らってくれるの。同時にとある生徒と担任教師が隠れてみだらな行為をしたとしましょう。私は二人の行く末を星で占い、結果を担任のもとに届ける。すると担任は操り人形、私の願いを聞き届けてくれるようになる。ある市議会議員が特定企業に便宜を図っていたとする。私がその情報をもとに魔術的に一本の電話をかける。するとあら不思議、みるみるうちに口座にお小遣いが振り込まれてくる。
このように魔術を操る者は世界を制することができる。ほら、そう聞こえて。アリンスター・クローディ、ダイヤル・フォーチュン、知っている？鋭いことは良いこと。その通り。彼らは進化主義者。ここでは著名な魔術師として扱いましょう。まずクローリーはこんなことを言っている。魔術とは意志に従い変化をもたらす技である。この人自身は立派に魔術的な行いにふけってはいたのだけれど、この言葉だけを見るならとてもシンプルだわ。つまり全ての意図的な行為は魔術に属するということね。そう。対してフォーチューンはこう。魔術とは意識を改革することであると。世界をより良くしたいと考えた者が政治家になる決意を抱き実現するのなら、それも魔術ということになるね。その意味では私は魔術の信奉者よ。事実、火の玉を打ち出せた魔術師など現実には一人もない。神秘主義なるものはやがては精神論と和解して高尚な意味付けを重ねるか、ドラッグなどを用いた再起体験に逃避せざるを得ないのはこうしたことね。そうね。環境ホルモン説なんていかが？生態に影響を及ぼす物質は住宅建材にも含まれているそうね。そういったものがお前の精神に影響を与えていないとは言い切れない。そう突飛な説でもないでしょ。程よく合理的で、程よく実際。思っていてよ、大半はそうじゃないかしら。まあ、その件はいいわ。しばらく様子を見れば、はっきりするでしょう。問題を解決してあげる。けれど、その代わり。お前を私の観察対象とさせてもらうわ。生きた標本とでも理解してなさい。でもその結果、ことは明らかになるはずよ。お前が外界干渉者なのか、それとも自己改革者なのかが。先人らの言葉を思い出しなさい。世界を変える方向の資質なのか、あるいは自己を強める性質なのか。今は気にしないでいいわよ。いずれわかる。きっと、おそらく。あるいは何もなければ、それはお前にとって望ましいことでもある。気にしないで結構。そういう方向性というのは、超常現象に対して否定的なこと？一応教えておくわよ。私は旧オカルト研究会としての活動をそのまま引き継いでいるわけではないの。単に消滅寸前の研究会があったから申し受けただけ。もともとのここは真っ当な、というのは語弊があるけれど、オカルトマニア集団だったはずね。そういうことになるでしょうね。やれ魔法だ超能力だ宇宙人だと騒いで現実から逃避するような輩は嫌いね。この物質も個人的な施策に生きるために整えたものよ。私の魔術で得た資金や立場、人脈、
そうしたもので変革を引き起こしたわけだから、先の話からすれば立派に魔術を実践しているのではなくて、懐疑的というより大半が誤解や錯覚が元になっているという事実認識があるだけよ。この世には解明されていない物理現象がたくさんあることは認めていてよ。どうぞ。その時は悔しいから全部プラズマでしたって言い張るわ。認識が凝り固まってしまったのね。かわいそう。なら変質者説はいかが。変質者がお前をつけ狙い窓枠に張り付いているのだわ。その気になればよじ登れる高さでしょ。お前の心の隙間見事に埋めて差し上げてよ。テレビの怪奇現象特番があるでしょ。ああいう番組で根拠もなく、僕は例の存在は信じますねとかインタビューに答える大学生ほどアホに見える存在はいないと思うの。お前は何のために高等教育を受けに行ったのかと問いたくなるわ。知っていた？子供の平均知能指数が1高くなると相対での教育費は大幅に少なくできるのね。逆にアホが増えると教育費がかさむようになるのね。調べる？無論な話ね。そういうのは好きじゃないわ。けれど、そうね。お前がやりたいことがあるなら、勝手にやればいいわ。助言くらいはしてあげてよ。そんなものは信仰に近い。いわば、つきもの。未確認飛行物体は実在するでしょうが、その正体は異星人の円盤ではないということよ。思ったほど理知的でもないのかしら、天王寺小太郎。手品じゃない。手品よ。超魔術は手品。意気消沈？なぜそう執着するの？何気取ってるのよ。超能力がある？面白い。やってみせなさいな。もし超常現象の実在を証明できたなら100円くれる。300円。要望はあるの？差し当たっては幽霊騒動をということね。契約成立ということね。10日交換。
壊すまで止まらないね。壊すまで止まらない。ここは完全防音よ。なぜ私がお前ごときにおっぱいを触らせないといけないの？いいわよ。幽霊騒動とは別に、もし超常現象の実在も私に納得させることができたら、みだらなことをしてもいいわよ。どうせ不可能なのだから構わないよ。そうなの？お前、そんな見ず知らずの人間と付き合うとか。好きになってから付き合えばいいじゃない。なるほど、そういう考えの持ち主であり、なおかつこの答えというわけ。時間はまだあるんだしね、天王寺、お前の思うことを試してみるがいいわ。